皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、まずはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは始めましょう。ニュース出ましたね。はい、先ほどニュース出ました。15時あたりでしょうか、自分が確認したのは。これ上がるのは一応19時に設定しましょう。はい、ということで今19時かと思います。今年最大のビッグマッチ、ガーボンタ・デイビス VS ライアン・ガルシア WBA ライト級タイトルマッチ、はい、この続報が出ました。一応日時は4月22日こう言われてますね。日本時間だと4月23日日曜日ですね。当初この会場はどこにやるか、ここは注目されてたんですよ。 MGM グランドガーデンアリーナ、もう言わずと知れた MGM グランドガーデンアリーナ、まあ、今は T モバイルアリーナが一応ボクシングの中では一番最高峰のスタジアムですよね。それともう一つ、なんとフットボールのレイダースのスタジアム、アレジアントスタジアム、7万人収容の、ここでその3つのうちどこでやるのか、こう言われてましたね。そして本日決まりました。T モバイルアリーナに決定しました。おめでとうございます。 T モバイルアリーナ、まあ正直この3つだとどこでもいいっていう感じですよね。まあこのアレジアントスタジアムはお預けという感じですね。さらなるビッグマッチの時やるんでしょう。そして T モバイルアリーナ、現在のところの一番トップどころの会場ですね。この T モバイルアリーナ、これ新しい会場なんですよね。これ MGM グループですね。だからこの MGM グランドガーデンとはまあ兄弟みたいな関係でしょうか。歴史があるのは MGM グランドガーデンアリーナですね。まあメイウェザー、パッキャオ、主にその他ビッグイベントが数々繰り広げられてきた会場が MGM。 そして今2016年に新しくできた会場が T モバイルアリーナ。実はこのガーボンタ・デイビス、この T モバイルアリーナで戦うのが2回目ですね。その時はメイウェザーとコナー・マクレガーのアンダーカードで出た試合なんですよ。この時は IBF スーパーフェザー級タイトルマッチでニカラグアのフランシスコ・フォンセカ選手と戦い KO してますのよね。この戦い以来6年ぶり、今回はメインですね、主役です。2回目は主役で登場ですね。この T モバイルアリーナはこのアリーナにしては一番でかいです。2万2000人収容です。ライアン・ガルシアの方も T モバイルアリーナで試合、今回が2回目なんですよ。ガルシア今回が主役です。1回目の時は17年5月にサウル・カネロ・アルバレスがフリオ・セサール・チャベス・ジュニアと対戦した前座の6回戦だったんですよ。今回は主役ですよ。だから主役同士の戦い、いやー一番いい時に戦うんじゃないでしょうか、ガルシアとデイビス。これは自分の中ではというかもう悪党対色男という、もう漫画のような一戦ですね。一応これ有利な方は予想ではガボンタ・デイビスですね。まあ経験豊富なデイビス。そしてライアン・ガルシアの方はまだライト級の暫定チャンピオンしか経験してないんですよ。まあこういう差が出るんじゃないでしょうかね。まあ経験の差ですね。ただライアン・ガルシアというのもまだまだ力を見せてないかもしれません。まあこれ仕上げてくると思いますよ。ただライアン・ガルシアの方のメンタルがちょっと心配ですよね。デイビスというのはあらゆる修羅場をくぐってますよね。まあ自分が全部悪いんですけど、まあすぐ逮捕されて、試合前にも逮捕されて、まあそれなのにもかかわらず前回普通に勝ちましたね。まあ半端ないメンタルだと思いますよ。まあこれ試合成立までに何もしないでほしいですね。本当におとなしくしてほしいと思います。ただもうそこは常任じゃないんで何するかはわかりません。本当に試合成立
するかどうかも怪しい部分もありますね。それだけ問題がある選手です、デイビスというのは。それに対してライアン・ガルシアは本当にメンタルが弱いんですよね。まあ、うつ病を発症するというのも、そういう過去もありますね。現在は克服してると言われてるのですが、実際のところはわかりません。まあ無事にこの万全の状態でリングに上がってほしいですね。あとなんか、デイビスが軽量オーバーしないかも心配ですね。こういうのもちょっと懸念がありますね。そしてアンダーカードがまだ発表されてないんですよ。ここに日本人とか食い込めないでしょうか、誰かね。まあここに中谷潤と VS アンドリュー・モロに食い込めないでしょうか、ちょっと期待してるんですよ。これ全然ありえそうですね。中谷潤と選手とアンドリュー・モロニーの試合は、まあ予想では井上尚弥選手のアンダーカードと言われていたんですが、なんと入ってなかった。アメリカで戦うことが有力と言われてます。いやこれありますよ、もしかしたら、もしかしたらあります。皆さんこれちょっと期待していいんじゃないでしょうか。今自分は何の根拠もなく言ってますが、この中谷潤人選手がアメリカで試合するかもしれないというのは、まあ本当にネットの一部の情報だったんですけど、これは何か入りそうな興行があるからこそ、あの発表はしてないんですけど、本当に噂です。井上選手のアンダーカードに入らないということは何かありそうですね。ありえそうじゃないですか、どう思いますか皆さん。皆さんコメントの方でちょっとお願いします。中谷潤人選手はまあアメリカでもコネを持ってますよね。まあ、フレディ・ロッチとも仲いい、トレーナーもエディ・エルナンです。いやー何かありそうですね。これあと放送局がアメリカではショータイムですね。日本ではどうするのでしょうか。ワウワウでおそらく絶対に日本で見れると思います。ワウワウオンデマンドでしょうか。うん、こちらが有力じゃないでしょうか。いやー続報の方期待しましょう。自分は中谷潤人選手がこのアンダーカードに入るのではと期待してます。皆さんも期待しましょう。はい、それでは本日はここで終わりたいと思います。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。